生紀の国や出ずに金福明太子、明太子看板があった。金福紀の国屋新宿東口だ。これ東行ったら南口の方行きます。東口から通っていく。じゃあライオン、新宿ライオンの前、新宿武蔵野通り。あっ、10年ぶりかな。新宿に来たことない、ずっと10年来てないかもよ。浦島太郎だな。あれ、こんなビルできてるよ、ほら正面に、南口に30階ビルかな。ライオンにはよく来たのは十何年前でしょうね。こうで随分飲みましたね。あ、ちょっと待ちね。新宿御苑、春だからね。いっぱいいるんだからないよ、これは。早物勝ちで。だから早く行って探せないよ。人はなんていうか知ってる？これをうめえ、これがうめえって。これ絨毯持ってこなきゃいけないよ、お前。そこでいいや、あの椅子で。あ、その椅子は、ここは、うん、あ、一番奥は空いてる。そこでいいじゃん。あ、こっちも空いてた。あ、ここ空いてた。おい、寿司寿司寿司、お寿司お寿司お寿司、バッテラ、あ、バッテラって言うんじゃなかったっけ、サバをね。卵、お寿司をお寿司でお寿司でお寿司で、その大きいお稲荷食べてみようかな、うん、夜はまた食べに行こう。今日夜うなぎにしようか、うん、浅草の深川飯、あさりの飯だそうです。いいね。その大きいお稲荷食べてみたい。食べないよ、自分で。で、これと、作りとって。アサリ。アサリ。新宿高島屋で、1個100円の梅干しを3個買いました。いやでも今日は楽しいじゃない。こんなことは新宿に来ないと今度。あ、4個買ったの？何個買ったのよ？5個？梅干しを5個も4個も買ったの。100円の。珍しいね。
って、いちいちお金のいいじゃない。梅雨出るよ、それ朝。おいしい梅干し。普通よ、400円いったらもうちゃんとパックで売ってんじゃん。小田原かどっか行くと。まあいいや。うちに入ってるあの大きいの、20個ぐらいの大きいパックはいくらで買ったの？1000円ぐらい。みんなもらえる。いろいろだけどさ、うちで食べるあお稲荷の方が美味しいね。うち具がいっぱい入りすぎてるから、そうだね、7食、5、何食入ってんの、うちは。お前、こぼれてるよ、ボロボロ。え、下に落ちてる。それとさ、うちの、あの、きつねっていうか、油揚げがもっと濃い味だけど、あんまり濃くないね、この味はね。やっぱりこういうのって濃い方がいいね、美味しいね、油揚げも。甘しょっぱい方が。油揚げが美味しいのか。あの船戸のうなぎ、あの豆腐屋さんの油揚げが。でもあれはスーパーで買ったりするあれでも、俺今度やってみたいと思うんだけど。なかなかさ。今度あちら行ったら作るんだ。うちじゃ作れねえから。挑戦してみます。熱海。お稲荷。熱海のお稲荷。うちの孫は口直しは梅干しだそうです。口の中に梅が入ってる、梅干しが入ってる、梅干しが入った。梅干しの種入ってない口に。まだちゃんと食べなきゃダメだよお前。でも、うん、ついたかもね。もうちょっとご飯食べないと動けないよ朝。はい、口直しに手が離れない、離れた。あ、落ちた。いいな、こんな外で。これが日当てったらもっといいね。日陰になっちゃったから。日陰でちょうどいいもんね。あ、日陰たら暑いもんね。日が当たってたら暑かったよね。はい、エビさんがあるよ、朝くん。アサリ？カゴアメシ？いいね。梅干し。もう全部食っちゃったの。シール飲まなくていいよバカモン。こぼすそれはやめろ。うわあダメだまや。また味わかん。相当飲めになるね、なれるね、そしたらね。わかんない別に。甘いの嫌いだからって酒飲むとは限らない。あさ、水進むまじゃん。で、ここなら雨が降っても宴会ができるね。安くできる、花見ができる。はい、抹茶のソフトクリームが食べたい。僕は濃い茶の。梅が咲いてます。白梅、紅梅、あ、水仙も、水仙も咲いてました。あら、こんな大きい桜が横たわって、もうすごいな。桜だろうねこれね、枯れてるけど。はあ、花見が最高だな。新宿御苑から中継です。ただいま。白梅、紅梅がほぼ満開、7分8分でしょうか。素晴らしい場所を見つけました。ここはフルに全天候型で開放しているそうです。新宿御苑にも河津桜が咲いてました。ディジルも
magpapakita yung sinsin. Kasi isa lang yun. Nawala na yung isa. Picture okay? No? Okay? YouTuber, okay? Okay. 日本語 OK。 おお。アップで OK。 カップル。 ハッピー。 カントリー、 your country。 インド。 Maybe。 え？ メキシコ。 おお。 おお。 ハッピー。 ハッピー、 ハッピー。